こうなんか少年みたいなっていうか、もう本当になんだろう、バーバパパみたいな感じ。Weird. You weird. You weird.皆さんこんにちは。そして初めまして、いらっしゃいませ。メイクアップアーティストのちえひだかです。今日の動画はこちら。はい、今日の動画は自己紹介をしていこうと思います。自己紹介の動画っていうのは結構前にもアップしてるんだけれども、まあ、結構時間も経っているし、また新たにあのね仲間に入ってくれた登録者の方たちがいらっしゃるので、改めて私ってどんな人っていうことを知ってほしいなって思い、今日はこの動画を撮っています。私のこと気になる方はこのままご覧ください。どうぞ。はい、それじゃあまず名前から紹介していこうと思うんですけれども、名前はそのままちえひだか MUA メイクアップアーティストとしてあのチャンネルの名前にしてるんですけども、そのままひだかちえです。メイクを始めた当初は、私ねこれからの紹介にも入ってくるんだけれども、海外のメイクアップアーティストに憧れてこの YouTube を始めたっていうのもあったので、最初は海外の動画を見ることが多かったし、海外のコスメをメインで使っていたっていうのもあって、 YouTube スペースっていうのは世界の人がね同時に見れるスペースなので、こうみんなに分かる表記にした方がいいかなと思って、ちえひだかっていう風にしています。年齢は39歳です。今年の5月で40歳になります。出身地は北海道です。北海道の函館です。もう一つサブチャンネルで日高さんちっていうチャンネルがあるんだけれども、家族との様子もアップしてるんですが、そこでもねよく登場するんですが、10歳の息子がいるママでもあります。そう、職業メイクアップアーティストって言ってるんですけれども、メイクアップアーティストの他にもなんかポツポツいろいろやっていて、人にメイクをするっていう、本当にねメイクを施す仕事もそうだし、あとねブランドさんのメイクの動画を撮影させてもらって、それを編集させてもらったりとか、新しいさコスメがみんなの目に届くまでにこういろんな工程があるんだけれども、そのみんなのさ目に入るそのビジュアルっていうのがあるじゃない、写真、綺麗な写真たち、その中でこうスウォッチだとかこうアイシャドウがバーってなってる写真とか、もう説明しきれないんだけれども、そういうのをね撮影してるチームがあって、そこでお仕事させてもらったりとか、あとはねこういうやっぱり YouTube を発信する中で得られた仕事っていうのかな、その化粧品のブランドさんの新人研修に入らせていただいたりとか、なんか本当にねいろいろやらせていただいています。 YouTube を始めようと思ったきっかけなんだけど、これまたね話すと長くなるんだけど、あとねちょっともう結構もうなんか10年ぐらい経ってるから、もう記憶もちょっと曖昧になってきてるんだけどまあきっかけとしては、昔からねメイクとかそういう美術とかアートには興味があったんだけど、なんかこう自分のね実際の生活の中でそれを実際に活かしながら仕事にするみたいなこうイメージは自分の中で描ききれていなくて、たまたまね息子を妊娠中、私すごいつわりでなんかもう廃人みたいになってた時に YouTube に出会ったんですよね。で YouTube でこうやってなんかメイクの過程を撮影してアップして、そして収入とかお仕事にまでつなげてる人がいるんだっていうのを知ってから、まずはそのねメイクを改めて自分で勉強してみたいっていう風に思って、もうその時出産してからだったからもう30過ぎてたんだけれども、通信制のメイクのねあの学校に通い始めました。なんかその時だと通信で何か勉強して通うっていうのは、え、なんか本当にそれ大丈夫っていう感じだったと思うんだけれども、なんか周りからもそんな感じのことを言われたことがあるんだけど、なんか今このコロナ禍でなんか大学もなんかいろんな習い事も通信で卒業しちゃうっていうパターンは珍しくないと思うし、もちろんねその通信の中でもちゃんとね実習とかテストがあってこうね段階を追って卒業していくんだけど、そう、それでメイクの勉強をしましたね。でそれから本当はねBA さんとしてカウンターでその美容部員さんかのお仕事をしてみたかったんだけど、息子も小さくてその時保育園
もう見つからないとか、なんかそういう状況があって、実家もね北海道だし、なんかね頼れないっていうのがあったりとか、いろんな事情があって、そうフリーランスで仕事をすることにしました。でそこから主にステージメイクとかウェディングのメイクもさせていただいたことが何件かあります。でそこからなんかいろいろ口コミでお話をいただいて、まあ、細々メイクの仕事をしながら YouTube も本格的に始めていって、なんかこういろんなことが混ざり合って今にあるみたいな感じですね。なので今自分自身がここにいることをその10年前は想像できたかっていうと全然想像できなかったんだけれども、とても家族とか友人とか周りでね支えてくれてる人たちに支えられて、ここまでこうやってお仕事できるようになったんだなっていう風に改めて思ってます。そう、それが私の YouTube の歴史かな。でこうやって自分のことをこう自分から紹介するだけではねちょっと無理があるなと思ってアンケートを取ろうかななんても思っていたんだけれども、この間ね同じメイクアップアーティストで友人のトウキがね、あの他己紹介っていうのをしてたんですよ。でそれがすごく面白いなと思って、自分ではなくて他人が私という人間を見た時にどう思ってるのかっていうのを一緒に見ていって、あこんな人なんだっていう風に知っていただけたら嬉しいなと思います。でははい、皆さんこんにちは、ともきです。お邪魔してます。すいません、外今ちょっと工事されてるのでカンカン鳴ったりすると思うんですけど、知恵さんから自己紹介というか、まあ、他己紹介というかっていう感じでお話があって、まあ、僕もね前回動画であの同じことをしてもらったので、知恵さんのイメージを僕からもお伝えできればと思います。メモってきました。ありがとう。僕から見た知恵さんの印象ですね。まずとにかく優しい。本当、本当優しくて、何か僕が困ったりとか相談をするとすごいちゃんと考えて答えてくれるし、なんだろう、一緒になって答えを探してくれる。なんか知恵さんの経験から基づいた答えもそうですけど、自分僕のなんだろう立場というか僕の経験も踏まえて、僕だったらどう考えるのかとか、僕だったらどうするした方がいいのかっていうのも考えてアドバイスとかくれるので、すごい優しいなって思います。で次が、まあ、いつも明るい。これはね多分皆さん思ってるんじゃないかなと思うんですけど、なんか本当太陽みたいに明るくて、なんだろう、いつもポジティブだし、まあもちろんそうじゃない時もあると思うんですけど、落ちる時もあると思うんですけど、なんかやっぱりそれをなんか見せるところと見せないところっていうのをすごいちゃんと自分の中で考えてやってるのかなって思います。なんかやっぱり SNS とかでそういうネガティブなイメージってあんまり出さない人が多いと思うんですけど、特にこういう YouTube とかインスタやってて、まあ、ちょっとフォロワーが多い人ってやっぱ人に与える影響も多いと思うので、知恵さんはやっぱりそういうのあんまり見せないようにする人なのかなとも思うし、やっぱりみんなに元気を与えられるように笑顔になってもらえるようにっていうのを考えてやってるかなって思います。本当明るい、見てて思うと思うんですけど、皆さんこっちも笑顔になるような発信が多いかなって思います。次は共感力と感受性が強いと思ってて、なんだろう、まあ、さっきの最初の優しいってところにもつながるんですけど、人がなんか困ってるとか、まあ、ちょっと弱ってる時とかにすごい共感したりとか、まあ、言わなくてもそれを感じ取る力がすごい強いと思うんですよね。なので、まあ、知恵さんに直接相談しなくても知恵さんの方から大丈夫っていう風に連絡くれる時もあるし、思ってることを言わなくてもなんとなく伝わる感っていうのは、そのチェイさんの感受性が強いからこそかなって思います。こっちが泣くと向こうも泣くみたいな全然チェイさん関係ないことなのに自分のことのように、なんだろう、悲しんでくれたりとか感じてくれて、チェイさんも泣いちゃうみたいなことがありましたね前に。次がめちゃくちゃ家族思い。これも動画見ててわかると思うんですけど、やっぱすごい家族を大事にしてらっしゃるなって思います。それも見てて素敵だなって思うし、こっちもなんかこう心がねほっこりする感じがあって、すごい素敵だなって思います。すごい感想がすごい適当というか語彙力がなさすぎてこういう感じになっちゃうんですけど、次が
めちゃくちゃ大人。大人っていうとなんかすごいざっくりしすぎてると思うんですけど、前のことをすごい見越して行動できる人だと思ってて、なんか前の予定をどんどん見て逆算して、これがここにあるからこれまでにはこうしなきゃとかっていうのをすごい計算できる人。僕できないんですよ、全然できないから。結構行き当たりばったりでやったりすることも多いんですけど、なんかそれを計算してできるから、なんか何事にも割と余裕を持って取り組んでるイメージはあります。もちろん余裕がない時もあると思うんですけど、すごい計画性とかがあって大人だなって思いますね。で、次がなんか童心を忘れないっていうイメージがあって、なんかその動画見ててもその明るかったりすると思うんですけど、なんか単純に性格が明るいだけじゃなくて、なんか少年みたいなっていうか、子供みたいな明るさも持ち合わせてるから、その見ててなんかこっちもワクワクするというか、ウキウキするというか、そういう感じあるなーって僕は思います。あとはなんか常にアップデートしてて現状に満足しないっていうのはあると思ってて、もちろんすごい勉強もされてると思うし、常にそのメイクの情報に関してもそうだけど、こうどんどん取り入れてて、まあもちろんそれって YouTube やる上でだったりとか、そのインフルエンサーの人ってそういう感覚がすごい強い人多いと思うんですけど、僕全然なくて、なんか常にどこかから新しい情報を取り入れてるので、なんかすごいアップデートしてるなって思います。すごい、なんかそれが情報を取り入れるのが早いのがすごいなって思う。で、次が距離感がちょうどいい。距離感がちょうどいいっていうのが、なんだろう、その、まあ、J さんの動画でもおっしゃってたんですけど、何も言わない、会話がなくてもぼーっとできるっていうのもそうだし、なんか LINE とか、その DM とかやり取りしてて、なんかどう終わっていいか分かんない時とかたまにないですか？ J さんの時それがなくて、なんか割と、なんかスパッと切れるんですよね。なんか人によっては、なんか苦手な人もいると思うんですけど、僕はそれがすごい楽で、なんかいつ会話を終わっていいか分かんないみたいなのがないんですよ、 J さんの時って。だからすごい気が楽、なんか気使ってこっちは返事しなきゃっていうのがあんまりなくて、スパッと終われるのがすごい楽っていうな、僕の個人的なイメージですね。本当はもっともっとたくさんあると思うんですけど、もう時間もねすごい、もうめっちゃ伸びちゃってるから、このぐらいにしておきたいと思います。あるかな、他に。多分皆さんから見た小さなイメージでもっと違うものがあったりするとは思うんですけど、僕から見たイメージはこんな感じです。あ、僕の動画にも答えてくださったのでありがとうございました。お邪魔しました。はい。ありがとう、ともき。こんなにたくさんね、返してくれるとは思っていなかったので、なんかすごい嬉しい。ともきとも結構もうね、長くなると思うんだけど、最初の出会いがね、インスタでしたね。インスタですごい綺麗なアイメイクをしている子がいるなと思って、それで確かシェアしたんだよね。で、そっからなんか DM のやり取りをして、うん、メイクさん目指してるっていうこととか、いろんな話を聞いて、東京に来てくれて実際に会ってという感じで今のね、友情があるんだけれども、私から見たともきのイメージっていうのは彼の動画でね、話しているので、ぜひぜひ見に行ってほしいなと思うんだけど、本当にね、頭のいい英語です。本当に家族思いだし、彼こそ常にねメイクのスキルを磨いてるなっていう風に思うし、なんかこう年齢だったりその時の状況だったりとかによって、こう自分の好きなことがまだねこうグッてできないことってあるじゃない。まあ私も、でも好きなことやらせていただいてるなとは思うんだけども、そんな状況でもこういろんな状況を駆使しながら頑張ろうとしてる姿がね、いつもねすごいなと思うし、あ、自分もね頑張んなきゃなって思いますね。ありがとう。で、今回はともきの他にもあと2人、そして高校時代から私のことを知る親友にもね、ちょっと私ってどんな感じ、どんなイメージっていうのをね、事前に質問してます。で、誰から行こうかな。じゃあちょっと高校時代からの親友に行こうかなと思うんだけど、まずゆっこ、センスある過敏症って感じでも物の洗濯もセンスある。過敏症は埃とか環境の変化に弱い
そう、昔からアレルギー性鼻炎なのでいつも笑って何でも平気って風だけど、実は結構繊細に傷っていたりダメージを受けていたりする。腸とかそう、私あの IBS なのであのあまりストレスがかかったりとか、まあ、食べ物の食べ合わせとかもあるんだけど、あの腸がね、あの動きすぎちゃってね、お腹がね死ぬほど痛くなるっていうのがあるんだけどそんな感じでしょうか。一言では難しいって言ってくれてますね。ありがとうゆっこでもね、うん、そうだと思う。親友が言ってるんだからそうなんだと思う。あともう一人、サッチ、人情深い、愛情深い、ありがとう。彼女は自衛隊で働いてるんだけれども、自衛隊に入るときみんなで見送ってくれたこととか、そう、彼女がね自衛隊に入るときにね、あの本当に自衛隊の車をあの後ろから見送って走ったのを覚えてます。サッチーみたいな、うん、彼女のお母さんの最後の時に駆けつけてくれたりとか。そう、私はね母親がいなかったので、彼女のね母親はすごく私によくしてくれて、勝手にねお母さんみたいな感じに思ってましたね。喜怒哀楽がストレート、うん、そうだと思う。でもねちょっと大人になったよ、大人になった。最近ではそこまで大丈夫、嘘つけないんだろうねそう、嘘、うん、でも学んだ、学んだよ、うん、本当一言では難しいけど何にでも愛がある。ありがとう、ありがとうございます。あんたの方が愛あるじゃない、ありがとう。でもあとはエミ、私から見た知恵は向上心の塊かな、常にチャレンジし続けてる、そう思うよありがとう。エミもすごいよね、エミもすごいよね、常になんか美についてやってるしさ、なんかだって最近でしょ、なんかヨガのインストラクターの資格とか取ってる、すごいよ、みんな本当みんなすごい、ありがとう。なんか恥ずかしくもあるし、でもやっぱり10代からのそのまだ未成長だけど本当に未熟な私を知ってくれて、未熟な私でも許してくれて、今でもまだ付き合ってくれてる友達っていうのはすごいありがたいなって思ってる。ありがとう、愛してる。次はですね、同じ YouTube のねクリエイターでもあり、私のね大先輩でもある、そして私は永遠にファンなんですけれども、友人としてもね仲良くしてくれている佐々木朝日さん、朝日さんからもね今回ね動画をいただきました、ありがとうございます一緒に見ていきましょう。皆さんこんにちは、佐々木朝日です。今日はですね、私が思う知恵さんってどんな人っていうのをね、お話ししていきたいと思います。まず私が一番最初に思い浮かぶのは、やっぱあの知恵さんのニカッと笑ったあの素敵な笑顔ね、もうそれはね初めて会った時の第一印象から、もうなんて太陽みたいなね明るい笑顔をねしてくれる人なんだっていうのを思っていて、で結構あの長いお付き合いにはなるんですけれども、もうどんどんやっぱその知恵さんの笑顔に深みが増すというか、うん、奥行きを感じるようになりましたね。まあ、それっていうのはやっぱりこう知恵さんがこういいことも悪いこともいろいろ乗り越えてきたからこそできる、そういう人だからこその出せるあの笑顔なんですよ、うん、だからこそすごい安心感を与えてくれるし、なんか私だけじゃないと思うんだけど、知恵さんの動画って本当にあの情報、コスメとかの情報だけじゃなく、あの笑顔のエネルギーって本当にすごいなと思ってて、なんかこう画面をブーンとねぶっ通して、やっぱそのあの笑顔からこう降り注いでくれる安心感とか癒し効果っていうのすごいね感じます。昔からなんですけど、やっぱね誰に対しても本当に対等にあの見てくれる人ですね。なんか年齢とか数字とか、国籍もそうですし、性別もそうですし、もうそういうのとか全く関係なく、この佐々木朝日という人をそう見て接してくれて、うん、仲良くしてくれてるから、私もやっぱりそういう意味でこう心を許せるし、ね、長く付き合っていきたいなっていう風に思える人なんですよね、うん、だからこそやっぱね知恵さんの周りにはもう本当にいろんな人が集まる、年齢も何も関係なく本当に、うん、温かい、もう本当になんだろう、バーバパパみたいな感じバーバパパみたいにこう
自分の体をミョンって伸ばして伸ばして私たちをこう包み込んでくれてるみたいなね、そういうね母のようなね、うん、安心感をいつも与えてくれる人ですね。そうで、まあそれにもちょっとねこう通ずるんだけれども、めちゃめちゃ愛情深くって、感情も本当に豊かだしっていうところがありますね。こう人の喜びをちゃんと自分の喜びと思って本気で喜べる人、これって結構難しかったりすることだと思うんですけど、そういうのを惜しみなくやってくれる人だなっていうふうに思います。で、さっき言った通り、もう本当感情が豊かなので、よく泣いているイメージがある、泣いてるっていうのも悲しいから泣いてるっていうよりかは、なんかこういつもの笑ってる顔で涙流してるみたいなね、泣き笑いみたいなね顔が結構思い浮かびますね、私の中で。すごくね可愛い人ですね。で、あとはねめちゃめちゃエネルギッシュ、だし好奇心も旺盛だし、やっぱね結構チェさんどのぐらい YouTube やってんだろう。まあ今だったらね、いろんな人が YouTube やってますけども、当時の YouTube 界 で、なおかつまだ息子くんとかもちっちゃかったと思うんだけど、そういうタイミングで、ね、今でも YouTube 続けてて、あの熱はすごいある人だなって思う。私もなんかちゃんと頑張ろうっていう風に思わせてくれますね。で、あとはね、ちょっと話しすぎ？ごめんね。ちょっとパパッといこうね。あとは、そう、これ、絶対ちえさんって人のこと悪く言わない。人のこともそうだし、何に対しても本当に悪く言わないですね。それって本当に、愛情深いっていうのももちろんだし、自分軸でも他人軸でも、やっぱこの、同時の目で見れる人、で、客観的にも見れる人だからだと思うんだけれども、本当に悪いこと言ったところを見たことも聞いたこともないっていうぐらい、そういう人です。で、あとは結構気遣いなところあるなっていうふうには私は思ったりします。っていうのが私もそうなのよ。なんかそのちえさんもだと思うんだけど、とってもこう感受性が豊かな人だから、だからこそやっぱりその感じやすい、感じやすいからこそこう気使っちゃうところもきっとあるんだと思うんだけど、ちえさんに直接言ったことはないけど、すごく似てる部分を感じるんですよ。根っこの部分が、そう、根っこの部分の、いろんなところにすごく共感する、言葉では言わなくとも、なんかこの感じれる部分が一緒だなところが、私はね私はあるなっていうふうに思ってるから、そこら辺ですごくこの長くお付き合いさせてもらえてるのって、こう波長が合う理由なのかなっていうふうには、思ったりしてます。あともう一つ、これ最後にね、コスメに対してすごいリスペクトがある人だなっていうふうに思います。どういう意味かなのか、どういう意味かというと、コスメの扱い方、ケアの仕方だったりとか、そういうところがやっぱちゃんとリスペクトを持って扱ってるからこそ、やっぱコスメにも愛されている人だなっていうふうに、思います。そういったところが私が思うちえさんの、印象でございました。めっちゃ喋っちゃった、ごめんね。ちえさん、ちょっと長かったらカットしてくださいということで、佐々木あさひでした。バイバーイ。めっちゃ嬉しいめっちゃ嬉しいです。今回ね、私のこのリクエストに答えてくれたみんな、ともきあさひさん、それからもう一人いるんだけど、それからね、昔からの、親友ですね、は本当にね、私のいい時も悪い時もまるっと知っていて、こういつもね、元気づけてくれる人たちなので、なんかそれを知った上で今こうやってね話してくれてるのはすごく嬉しいです。繊細とか気にしいっていう風にさっき友達も言ってたんだけれども、そう、自分でもねそれはね自覚してるところでもあるんだけれども、
ね、やっぱりね難しかったりするよね、そこの部分をね、いい方向に変えるっていうのは難しいなと思う。朝日さんもねめちゃくちゃ優しいから、優しいし、本当に優しいから、なんとなく根っこの部分で共通したものを感じるっていう風に言ってたじゃない。それは私もなんだろうな、すごく不思議なんだけれども、朝日さんと会う前から、彼女が全然話してなかった頃の動画から見てるんだけれども、なんか、うん、動画を見ながらなんかちょっとわかんない、コネクションなんだろう、え、前世何そういうのは感じてたのは覚えてる。それから実際に会って友達として過ごしている時もやっぱり、うん、なんだろうね、言い表せないね、本当に言い表せないんだけれども、同じような感情はねすごくすごくわかるね。なんだろうね、頑張ろうね。はい、それでは最後はですね、彼女との出会いはいつだ、3年前ぐらいかな、その時からすごくね仲良くしてくれているっていうか、なんかね、いろんな意味で助けられている人、大事な友達でもあり仕事仲間でもあり、私がねリスペクトする人でもある、すごくねとっても特別な存在のミシャからも、私のねどんなイメージっていうのを聞いているので、ちょっと英語なんだけど下にね字幕をつけようかなと思っているので見ていきます。あ、そう、それでね彼女に聞いた時は、私をね3文字で表してみてっていう質問をしたんだよね。なので彼女は私を3文字の言葉で表現してくれてます。 How do I look? How do I look? Can you hear me? Hi Chie, this is MishaHow do I describe you in 3 words? Very easy. No. You are a very complicated and abstract human being with many, many amazing qualities. But if I had to choose 3, the first one that comes to mind is compassionate. And I think it's because you feel...You show lots of empathy with your friends and with people when they're going through problems. When someone comes to you with something sad, you're like, oh, you know, you have this empathy for people. And it makes it really easy to go to you when I'm feeling down. And even though you yourself have problems, you know, you can always be strong in that moment when someone needs you in that moment of time. So very compassionate.And the next one, you are funny as hell. The funniest bitch I know, just to be honest. You always make me laugh. You are hilarious. Your laugh is infectious. And just hearing your laugh makes me chuckle and makes me want to push you even more. So you keep laughing more and more and more. And being with you, always means having a great time. Finally, a word that describes you is, and I'm sorry I have to go with this because there's no other way, weird. You weird. You weird. But you know what? I feel, you know what they say, birds of a feather. And I just feel that I can be myself when I'm with you, which is a little bit weird, a little bit strained, a little bit like off kilter. And I just love you for that. I just feel so comfortable and have so much fun and can just be a little bit weird. Just always, always feel comfortable around you and I can be myself. AndIt's not very often that there are people in this world that just make you feel so comfortable with who you are and know that they're your friend and they care for you and they make you laugh. So you're a really amazing human being. And I've got lots more words for you, but you probably have to bleep them all out anyway. So I guess I should leave it here. Okay, love ya. Hi, ありがとう、ミシャ。3つの言葉って。まず1つ目が compassionate.思いやりがあるっていうのと Funny as hell 面白いっていうのと、あと最後が Weird ちょっと変っていうことだったんだけど、全部ミーシャにお返しするよ。本当にね、
ミーシャも本当にそんな感じの人、いつも友達とか人のことを考えて行動する人だと思うし、本当ね、いつもね笑かしてくれる、本当におもろいよくだらないことでね、よくね2人でね笑ってますね。あのテレビ見たとかルーポール見たみたいな話をしてそうそうそう、やっぱり日本語と英語のそのなんだろうな、ちょっと話す感覚ってちょっと違うんだけど、そのね両方をミーシャとは楽しめるので、うん、本当にね話してる時すごい楽しい。で最後に言ってた Weird 変、ミーシャも変だよそれはね自分でも感じる、なんで自分こんな感じなんだろうなっていうのは思うんだけど、そう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 、でもそうお互い変だからあの居心地いいっていうのもね分かりますね。本当にありがとう。ミーシャはねいろんなことに対してね寛容なんですよね。ファッションもそうだし人に対してもそうだし、うん、なんかいろいろ話してると学ぶことがねたくさんある。すごく頭が良くて、まあね日本でこんなにね成功してる人だから本当にね頭が下がるよね、すごいよねって、本当にねなんか語彙力なくて申し訳ないんだけど本当にねすごいと思う。すごい頑張り屋さんだと思うな。うん、ともきも朝日さんも私のね親友たち、そしてミーシャ、今回は私のリクエストで私ってどんなイメージ、私ってどんな人っていうのを質問してこのね動画をね作ってきてくれたんだけれども、なんか改めて、うん、こんな感じで思ってくれてるんだなと思ってすごく心がねあったかくなったし、私目線じゃない発信で皆さんも私っていう人をねちょっとね知る機会になったんじゃないかなと思います。知っていただけたらね嬉しいなと思います。本当はね一つ一つのこのねあのコメントに対して感想を言いたいんだけども、そうなると超絶長い動画になってしまうので今日はこの辺で、またね何か機会を見つけて今度はコメントを集めたりとかしてまた自己紹介とか何か私をねまた違った目線から見て、ああこんなところもあるんだとかっていう風に知っていただくチャンスになったら嬉しいなと思うので、またやりたいなと思います。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。今日の動画も何か皆さんの参考になったら嬉しいです。今日の動画良かったなと思った方はグッドボタン、そしてまだ登録されていない方はぜひぜひ登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。